第34回 NHK 紅白歌合戦は1983年12月31日に NHK ホールで行われた通算34回目の NHK 紅白歌合戦21時23時45分に NHK で生放送がされたステレオ放送日本の式メドレーの曲目歌手出展は読売新聞紅白50回 85ページ。田中は本紅白に審査員として出演した。泉は1977年に愛恋長が10.9万枚のヒットを記録したが紅白には落選となった経緯がある。紅白に対しては歌手としての意地があると何度も応援出演を断っていた。郷田道人紅白歌合戦の舞台裏全音楽不出版社2012年。 紅白50回、週刊現代1985年1月号、前回まで2年連続で務めた同期で名優の水前寺清子に代わって担当。なお翌年の第35回では水前寺がこの座に2年ぶりに復帰している。リトラ2013年12月3日付けサザン、35年ぶりの紅白、NHK ホールから特別枠出演あの名曲の解禁は、 ザックザック2018年12月12日2020年10月18日閲覧紅白50回合田紅白歌合戦の舞台裏梅沢は1982年から千秋直美歌賞版矢切の私を舞踊曲として使用し好評を博していた紅白50回86ページその後第65回に審査員として 再出演するまで紅白への出演自体もなかった。第66回で再びタモリに総合司会のオファーが行われたが、本人がスケジュールの都合などを理由に辞退した。歌以外では、黒柳哲子、鈴木健二、新沼健二、近藤正彦、山本浄二、渋垣隊、大川栄作、小柳ルミ子、南春夫、村田秀夫、野口五郎、郷ひろみ、 西条秀樹、アルフィ、ー、北島三郎、細川隆田森、桑田圭介が参加した。下記による出場自体のため。ただしシルビアは菅原洋一とのデュエット曲、アマンのサポート役で今回白組として特別出場を果たしている。ただし、今回以前に裏方として雪沙織のバックバンドとしてメンバー2名が出演経験あり。 石川さゆり、歌が大きな存在、紅白を語る日刊スポーツ2009年12月26日、記事、読売新聞1983年12月10日付有刊、8ページ。ありがとうございます。